白い雪に浮かぶ大の文字。今朝の京都市内、最低気温は 0.5 度。午前8時の時点で2センチの積雪を記録しました。 JR 西日本は雪の影響を警戒し、午前2時ごろから融雪機を設置しました。一部で運転を見合わせるところもありましたが、大阪京都間では目立ったダイヤの乱れはありませんでした。心配でしたね。朝動いてるかなっていうのは、まずはやっぱり第一に確認しましたね。気をつけて早めに帰るようにします。もうすぐだろうと思うんで、春も、ちょっと辛抱して頑張りますわ。ご視聴ありがとうございましたけど。